健康を持ち歩くほっぺのラジオ、ほぺラジ。この番組は、私は健康を持ち歩く、スマホで使える無料のお薬手帳アプリほっぺがお送りいたします。また番組のご感想やご意見を募集しておりますので、よかったらメッセージお待ちしております。メールアドレスは797@fmギノワン.com までメールをください。この番組は YouTube でもネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができます。さらにさらに、ほっぺでもほっぺチャンネルという YouTube を配信しています。なのでいつでも聞けますので、ぜひ YouTube チャンネルご登録よろしくお願いします。サイマル放送も行っております。スマホで聞く場合、アプリリスラジかマイチューナーラジオをダウンロードしていただいたら、いつでもこのラジオを楽しむことができますので、皆様のご視聴しやすい環境に合わせて、ぜひぜひたくさん聞いてください。はい、始まりました。今回はミスほっぺの佐藤春菜がお届けします。いつものね、パーソナリティ一緒にやってる木村さんがいないので、ちょっと心細いところですが、今回ちょっとゲストにあの人を呼びました。はい、本日はですね、ちょっとびっくりされる人もいるのかなと思うんですけど、うちの弟をゲストに呼んでしまいましたで、ちょっとさすがにね、ラジオ初めてだよね。2回目だ。2回目 ?2 回目だ。なんか出てた？なんかね、そう、格闘技にまつわることで、うん、1回タマプラのスタジオで、うんうん、ラジオやったことが。あ、そうなんだ。さっきね、緊張してるかなと思って、緊張してるって聞いたら、うん、いやー、全然緊張してないって言ってて、ちょっとその緊張してない理由もね、後でお伝えします。じゃあちょっと、今回ゲストの佐藤博人についてご紹介させていただきます。佐藤博人の博人ってちょっと変わった漢字書くんだよね。そうだね、なんかその、うん、山水、光に山水と、うん、あと木に土、左が木で右が土で、うん、森って書く漢字で、うん、それでヒロと。そうだよね、佐藤は普通の佐藤、私と一緒のね、もちろん当たり前だけど、ね、あの佐藤以外ね、見たことない。そう、あの佐藤以外ないね、うん、で、今回ね、佐藤ヒロと呼びました。で、ちょっとヒロとのご紹介させていただくと、ヒロとは少年時代はサッカーをすごく極めていて、毎日練習行ってたもんね。ずっとサッカー漬けの日々を。そうだよね、送って、うん、って感じかな。だってさ、お姉ちゃんは全然さ、運動とか好きじゃなかったじゃん。あんま好きじゃない。運動全然しなかったじゃない、うん、でも毎日練習しに行ってたもんね。じゃあそれ見てどう思ったの、うん、自分は運動あんま好きじゃないのに、この人ずっと運動してるなみたいな、うん、ちょっと運動する人はなんかちょっと大変そうだなと思ってた、うん、ちょっと別次元の人だなと思ってた、いや、ちょっと運動苦手だったからさ。今はまあたまに運動したりはするけど、ヨガとかね。で、まあ、ヒロトはね、サッカーずっとやってきて、その後はちょっといろいろな格闘技に挑戦しました。そうです、ね、どんな格闘技やってきたっけ。だから主にムエタイって言われてる立ち技の競技をやってて、うん、まあ、それ以外にも総合格闘技って言われる格闘技とかに20歳からちょっとやり始めて、うん、20歳からって早い方なの、遅い方なの、どっち。どうなんだ、絶妙な年齢かもしれないけど、うん、今だとすごく遅くて、一昔前だと16歳ぐらいから早くて始める人がいるって感じかな、うん、あ、そうなんだ。ヒロ、まつげ長いねなんかそれ、ね、自覚、全く自覚なかったんだけど、うん、ここ数年すごい言われるんだよ、まつげ長いってそう、多分女性にしか言われないんだけど、うん、男の人気にしたことないからさ、まつげの長さすごい言われるんだよ。長いよ。まあね、私も長いんだけど、ふさふさじゃん。うん、なんか得したことはないんだけど、ね、まつげふさふさで。そっか、まあそれはいいんだけどさ、うん、で、今はね、あれだよね、パーソナルトレーナーさんやってるんだよね。そうです、そうです、うん、まあ町田とかがメインでパーソナルトレーナーをやってます。へ、うんうん、じゃあもしさ、まあ、今日いろいろ話聞いて、あ、じゃあちょっとヒロトのパーソナル受けてみようかなと思った人はどこで探せばいいの。僕の SNS に直接連絡してくれるのが一番いいかもしれないですね、うんうん、SNS 何やってますか。あんま多くはやってないんですけど、うんうん、インスタ、うんうん、あとはちょっと頑張って TikTok もやってみ始めようかなのレベル、うん、TikTok すごいちょっとバズってたじゃん、なんか
全然全然ちょっと増えてたじゃん、なんとか K になったじゃん。ああそうそう、なんか、うん、なんかね、どうや何がバズったのかよく分かんないんだけどね、うん、ちょっとバズったのはあるけど、ちょっとあったよね。それ以外はね全然あのこっちがびっくりするぐらいね、うん、あの再生数伸びなくて、うん、こっちびっくりしてる本当に。そうなんだ、うん、そっかそっか。え、じゃあそうするとインスタで佐藤ヒロと検索すればいいってこと、さっきの感じで。そうね、あの感じが結構ね、うん、出しづらいから、うん、できればそうやって検索してほしいけど、うん、まあアカウント名のローマ字で普通にヒーローとって打った後、数字の93つ打つと出てくる、うんうん、ああじゃあヒーローとローマ字で打ってもらって、小文字だよね、小文字の、うん、で93つだね。わかりました、ありがとうございます。お願いします。はい、え、どう、パーソナリティはいつ頃から始めたんだっけ。パーソナルトレーナー。あ、パーソナリティじゃない、うん、ごめんごめん、パーソナリティは私だった、うん、びっくりした、まあ、俺始めるのかなと思って。え、始めるでしょ、月1くるでしょ。 そういうことか、うん、あ、そういう今振りだった、ね、そりゃそうだよ、うん、何言ってんの。そうそうそう、ねえ、パーソナルトレーナーの今ね、あの、はい、秘書の川島さんがラジオ収録してくれてちょっと笑いをこらえてます。そう、パーソナルトレーナー、ね、パーソナリティもやるよ ね、 パーソナリティもね。そう、どっちもパーソナルって言ったら大体やっちゃうからね。そうだね、何でもできるよね。パーソナルって言ったらもうヒロトだもん、ね、はい、任せてください。そうだよね、やっぱそこだよね、うん、じゃあパーソナルトレーナーをやっていつ頃だっけ、いつ頃から始めた。なんだろう、その、うん、トレーナーは2年前ぐらいかな、うん、あ、そうなんだ。その前にちょっと違う業界挟んだけど、うん、大学卒業してからはスポーツクラブのインストラクターとキックボクシングのトレーナー両方とも2年と4年ぐらいやって、うん、でちょっとブランクかけて2年前にもう一回始めたって感じかな、うん、トレーナー。そうなんだ。なんかさ、こういらっしゃる方ってストレス発散目的が多いのか、それとも体をきれいにしたい、鍛えたいっていう人が多い。やっぱその結構パーソナルってお金もかかることだから、うん、ぼんやり来る人の方が少なくて、明確な何か目的を持ってくる人の方が割合的には多いかなっていう。そうなんだ。なんかさ、こうパーソナルトレーナーさんでもさ、すごい厳しく教える人とさ、うん、甘く教える人とさ、一緒に頑張りましょうみたいな人、いろんなタイプがいるじゃない。どういうタイプなの、うん、なんかこの間お客さんに言われてすっごいしっくり自分でも来たのが、うんうん、すごく説明とかは丁寧だけど、うん、やってることは自衛隊だよねってことで、うん、丁寧な自衛隊って言われるのは丁寧な自衛隊、あのすごいね、あのしっくりきた、うん、確かに自分でも丁寧な自衛隊な感じっていう。それさ、インスタの紹介欄に書いたら丁寧な自衛隊佐藤ひろとです。伝わる、伝わるかな、うん、なんかいろんなイメージ、あ、でもちょっと怖いかも、うん、か丁寧なってなんだろうってこう、そうそう、想像がつかない、まあ、だから伝え方はあれだけど、うん、やってることは結構大変かなっていう、うん、あ、そうなんだ。トレーナーかな。じゃあ結構ソフトに伝えたり丁寧に説明はするんだけど、やること自体は結構過酷。そうだね、大変だと思う、普通に。じゃあそうやってまあすごくさ丁寧に教えることって大変だと思うのね、うん、やっぱりこうその方の体調だったり、うん、あのやっぱ人によって体の作りや体力も違うわけじゃん、うん、で一人一人に合わせて提案メニューを考えたりしてくる。もう誰一人同じメニューの人はいなくて。あ、そうなんだ。今で3-40人ぐらいお客さんが抱えてるんで、うん、毎月。すごいじゃん、早いじゃん。全員違うメニュー、全員違うメニューなの。全員違うメニューで、それに何だろう、まあ、いろんなお客さん来るって今話があったけど、うん、女性のお客さんで、うん、どんどんやっていくとすごい、うん、なんだろうな、まあ、うん、あのトレーナーとして信頼してもらえることがあったりして、うん、いろいろなんか深い話とかも話してくれるようになってくるのね、うん、プライベートの話とか。そうなんだ。それで一回あったのが、うん、まあいいこととして捉えてるんだけど、うん、まあ一人のお客さんが仕事大変だったっつって、うん、ちょっと泣いちゃったのでその日、うんうん、まあそういう時もあるよなと思って、うん、その次のお客さんも、うん、嫌なことがあったっつって、うん、泣き始めちゃった、うん、最後のお客さんも泣き始めちゃった、あららら、俺なんかあんのかなと思ってなんかドッキリ仕掛けられてるのかと思うぐらい、うん、まあそのね、信頼してくれてるから話してくれたっていうふうにポジティブに捉えてるんだけど、さすがに1日3回起きた時は、うん、なんかあんのかなと思ってね、季節の変わり目とかの、うん、人間のそういうのがあんのかなって思っちゃったよね、うん、でもさ、こうポロッと涙が出るってやっぱ普段のさ関係性ができてたりとかさ、なんかこの人だったら分かってくれるみたいなさ、そうね、ちょっとポジティブに捉えてるけどさ、うん、一瞬あれなんだろう、ドッキリ仕掛けられてるって一瞬思っちゃった。ちょっとね、うん、
ちょ心配とね、うん、最後の3人目はね、うん、ちょっと突っ込みそうになっちゃったんだけど、うん、心配もしてたよもちろんさすがに3人目の時はちょっとね、うん、いやあなたもかいっていうところで思ってたけど、ねうん、心配したよちゃんとね、うん、もうどんとこいって感じでしょ。そう、どんどんもう3人くらいだったら5人ぐらい来てほしかったなぐらい。そうだよね、もう全然大丈夫、うん、泣かれても大丈夫なトレーナーってことで売りにしてます、ね、もう、うん、包容力出しちゃったね。包容力があるトレーナーっていうね、うんこれから売りにしていこうかなって。そうだね、うん、丁寧な自衛隊かっこ包容力ありみたいな、ね、そうそう忙しいな、ね、プロフィールラインどんどん増やしていこうかな。増やしていこう、うん、でもさそうやってさこうなんだろう生徒さんたちの声ってさ、うん、自分がなんだろう人から言われることって意外と自分が気づいてなかったりとかいい意味でするじゃない、うん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 、やっぱそういう言葉ってちょっと嬉しいよね。ああ、泣かれ、うん、泣かれてたよ主語がなかったね今、うん、あのなんかさ自分がこういうふうに思われてるだろうっていうイメージと、うん、人から例えば優しいねとか、あの自衛隊っぽいねでも丁寧だねって言われるのとか自分ってさそうだ、ね、こう自分のイメージってつかめない時あるじゃん。わかるわかる、うん、そうそうだから自分ではね、うん、そうなんだよね自分のイメージつかめないんだけど、うん、言われるとあそう見えてるんだ、うん、あ確かにそういうとこあるなみたいな気づきはあるね、うんうんうん、確かにそういうのあるよね。そういうのがいやちょっと私も一回弟のトレーニング受けてみようかなって思ってたけど、うん今の話聞くとちょっとある程度運動してからのがいいのかなって。よく運動しなくて一回も太ったことないよね、うん、ないね。すごいよねそれはね。ずっとね19の時に着たズボンをずっと履いてる。今それの秘訣は何だと。トレーニングをしてないで。だって食をすごいさ気にしてとかでもないでしょ。食べるね食べるし。じゃあ体質そうだねなんか笑ってんじゃん。すごいすごいねすごいなっていうね。そうだね太りはしないけどでもちょっとあの体内脂肪とかさ気にしてないとさ気にしないで食べてると、うん、やっぱ体内脂肪上がっちゃったりとかしてる時あるんだよ。上がっちゃってる、うん、上がっちゃってる見えないだけで あとこうお腹とかもさやっぱだんだんこうさ鍛えとかないと、うん、綺麗なこうくびれができづらいじゃない。そうだよそうだよやった方がいい。そうだよね。でもさなかなかこう運動に抵抗がある人が、まあ、だんだんこうさこの年齢になると運動しなきゃなとは思うんだけど、うん、やりづらいのよ結構。なるほど、ね、うん続かないんだけどそういう人ってどうしたらいいんだろう。それこそなんでやりづらいのかって俺はほんとずっと運動してきたからさ、うん、そのやりづらい感覚がないからさ、うん、あなるほどね、そこをさお客さん目線でさ考えるのに毎回必死なんだけど、うん、運動がもうなんか当たり前だからさ逆になんでやりづらいのかって逆に気になるんだよ。逆にねえなんだろうななんかねちょっと運動コンプレックスじゃないけど、うん、小学生の時にみんなの前で飛び箱飛ばされたりとかする、うん、飛び箱飛べとか言われるじゃない、うん、あの緊張感とか、うん、上手にできないっていう体験上手にできないのにみんなの前で見せなきゃいけないっていう体験が若干コンプレックスになっちゃってる、うん、私の場合はね。いやあのね、うん、それすっごい共感で。あそう日本の体育、うんまあ、体育だけじゃないんだけど、うん、教育制度って俺もひどすぎると思ってる、うん、ちょっとあのぶっ込みすぎちゃってるんだけど今の、うんうんうん、ぐらいやっぱね体育ってさなんか本来は運動楽しんで大人になってもその習慣をつけて健康でいてほしいとかっていうメリットがあった方がいいはずなのに、うんうんまあ、変に順位を全部つけさせたかったり、うん、競わせることによって、うん運動得意な人は楽しいまま行くんだけど、うん、苦手な人は楽しめないっていう体育が多いと思う、ねまあ、人によるのか分かんないけどなんか、ね、で自分は運動が苦手なんだできないんだってい う, こ う, もう考えが刷り込まれちゃうの、うん、なんとなくで順位で評価するじゃん、うんまあ、それ評価するね、うん、悪くはないのかもしれないけどそれによるそういう弊害はすごい日本ってめっちゃ多いと思う、うん、それに体育によって運動嫌いになる人っていうのがすごい多いと思うから結構、うん深刻な問題として俺は実はパーソナルトレーナーとして、ね、トレーナーとして日本の体育とかは本当にひどいもんだなって思ってる、うん、俺は楽しかったから楽しさしかないけど、うん、やっぱさそう思ってる人って周りにめっちゃ多いと思う。多い、うん、えじゃあさそういうちょっとこう運動コンプレックスある方が勇気出して来てくださったりってことはあるの、うん、結構そっちの方が多いかもしれない、うん、あ多いんだ、うんそれで言うと、うん、そこがまあパーソナルの良さだと思うんだけど、うん、あのみんなと同じようなレベルを急に求められたりしないし、うん、その人に合わせてもらえるから、うん、本当に、うん、じゃあ変な飛び箱飛べない人は触るところからみたいな感じで合わせてくれるからこそ、うん、自分ができる可能な範囲でのトレーニングができるからそれで成果が出るっていうのが、うんまあ、良さじゃないかな。合わせられるっていう人に
まあ、そうするとさ、こう最初じゃあ、うん、あのパーソナル受けに来ましたって言った時に、うん、ちょっとこう今までの運動との向き合い方とか気持ちの部分もお話聞いたりするんですか？あ、もうめちゃくちゃそこが一番多分力入れてるところ、うん、あ、そうなんだ。俺がパーソナルで一番力入れてるのは、まあ、知識、うん、技術は、うん、まあ、それは当たり前に勉強しなきゃいけないとして、うんうん、その人の背景、うんうん、要はカウンセリングの時間でどこまでその人の背景とか、うん、どういう経緯できたのかっていうのを深掘りできるかっていうのが一番力入れてる、うん、あ、そうなんだ。もちろんその人知らなきゃいけない、知らないといいメニューだったりトレーニング提供できないってのはあるんだけど、うん、あとはそもそも、うん、例えばどんだけ腕が良くて本当に正しいことを言ってても、うん、カウンセリングが 2,3 分だと、うん、この人本当に私のこと分かってくれたのか、私のに合うメニューを本当に作ったのかっていう疑問が残ったりするのね、うん、その状態でこれやった方がいいですよって言われても、うん、本当にみたいなのが払拭できなかったりするのよ、うん、あ、そうなんだ。だから本当に、うん、あ、すごい分かってくれたなって、この人聞いてくれたなって思うぐらいまでしっかり聞いて、うんうん、それからメニューを提供すると全然その飲み込んでくれる度合いが違うっていう、一番感じるかな、あ、そうなんだ。そのさ、カウンセリングの部分が重要だって気づいたのはいつ頃気づいたの？何かきっかけがあった？うん、そうだね、まあそういうのを教えてくれる人が割と周りにいて、うんうんうん、でその中の一人の考えとかっていうのがすごい共感できる人がいて、うんうん、その人がカウンセリングをすごい重要してる、まあ、ぼんやり聞いてたんだけど、いざ自分で試してみると、うん、すごいそれが分かった、大事なことだなっていうの、あ、そうなんだ。聞いたのと自分で試してみた経験から、うん、っていう感じかな、そこが大事だなと思ったのは。でもさ、まあ、だんだんこうカウンセリングをして、うん、スポーツこうねトレーニングしていく中で、うん、途中でさ、あ、これ以上できないですとか、もう辛いですって心折れる時あるでしょ、うん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 、そういう時はどうしてあげるの？今のところ、うん、折れた人は見てないかな、うん、あ、じゃあもう折れる前にちゃんとケアしてるんだ。そうだね、もう折れるところまではやらせないかな、うん、あー、なるほどね。でも結構そのギリギリは攻めてる。そうなんだ、うん、表情とか反応とかで、うんうん、これもう一セットきついかなって思ったけど、うん、でももうちょっと頑張ってほしいなっていう時は、例えばね、うん、仮にじゃあ15回をやんなきゃいけない何かトレーニングがありました、うん、スクワットでも何でもいいです、うん、じゃあ2セットやりました、あ、これもう3回目心折れそうだなってお客さんがいたら、うん、最後のセット7回で頑張ってみましょうみたいな、数字減らしたり重さをちょっと減らしたりして、うん、なんとかこなしてもらって、うんうん、なんだろうね、その私はトレーニングをできたっていう成功体験を増やしてもらうっていう、うん、ああ、それ大事かも。成功の経験を増やしてもらう、それが、うん、例えばメニューがね10種目ありましたって言ったら、うん、1種目目できた、うん、2種目目できた、それがどんどん増えていけば増えていくほど自己肯定感上がったり、うん、自信がつくから、うん、どんどんトレーニングに前向きになる。そのと、うん、あの小学校、まあ、中学校の時の体育とは逆で、うんうん、成功体験が増えるから運動が、うん、うん、嫌いになりづらいというか、うん、好きになってくれるかなっていう。でも確かにさ、ちょっとこう運動コンプレックスみたいなところからスタートするとさ、うん、もうそもそものこう運動に対する自己肯定感が低いところからスタートじゃん、うん、でそこをカウンセリングしてってちょっとずつちょっとずつ上げていくっていうこと。そう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 、うん、あ、そうなんだ。そうだね、うんうん、じゃあさ、今のこう仕事しててパーソナルの仕事してて、どうしてもパーソナリティって言いそうになるパーソナルトレーナーのお仕事してて、うん、なんか一番これ嬉しかったなとか、これがやりがいなんだよねっていうことある？結構多いよそれは。あ、そうなんだ。日々のお客さんの体の変化もそうなんだけど、うん、まあ、どっちかというとメンタルの変化が嬉しいかな、うん、ポジティブになってきたりとか。ポジティブになる？なるなる、めちゃくちゃなる。本当？それが一番なる。ちょっと私落ち込んじゃった時運動した方がいいってこと？だってあれで日本のさ、うん、うつ病の人とかにトレーニングとかをお医者さんが提供することがあるんだって、うんうん、まあ、それが運動ね、うんうん、運動することによる脳から出るホルモンがメンタルを安定させたりするから、うん、セロトニンとかかな。正解です、うん、そうそうそう、そういうので正解しちゃった、うん、出たりするから、うん、推奨してるお医者さんも、ってぐらい、うん、なんか落ち込んだ時ほど、うん、自分でできる限りの
トレーニングとかすると、うん、逆にポジティブになったりして、うん、あ、そうなんだ。おすすめ、うん、うって言ったの、ふーちゃんね、そうだよ、そうだそうだって言ったんだよね。ふーちゃんもすごい散歩するもんね、うんうん、なんかその犬にちなんださ、うん、ことなんだけどさ、うん、まあ、さっきちょっとちっちらと話したんだけど、うん、めちゃくちゃ俺犬アレルギーで結構やばいよね、うんうん、あの犬がすごい好きだからもう全然気にしないんだけど、うん、いつからだ、中学ぐらいからかな、うん、うちで実家でワンちゃんを飼い始めたのは、うん、もっと前だよ。もっと前か、うん、ウボちゃんもっと前だよ。そっか、うん、で、気づかなかったんだけど、うん、だ徐々に俺が多分犬アレルギーをね発症してて、うん、鼻呼吸ってのがまずすごいしてなかったのよ。かわいそう、そんな辛かったんだ、うん、久しくしてなくて、うん、でもなんだろう、急にできなくなったっていう感覚がなくて、うん、なんか忘れちゃった鼻呼吸を本来の人間の姿と思っちゃっててで、ある日その格闘技を始めた時に、うん、マウスピースするのが口の中に、うん、あれ結構呼吸しづらくなるのね、うん、で結構鼻でするのよ、うん、その時に周りの鼻呼吸の清々しい顔と自分の鼻呼吸の苦しそうな顔があまりにも違いすぎて何かこれおかしいなと思って、うん、でアレルギー検査っていうのを知ったからやってみたら、うん、バチバチの犬アレルギーで、まあ、結構強かった。犬猫もすごい強く出てて、でそれの抑える薬とかもらうと、うん、鼻呼吸しやすかったりするから、うん、試合前はしてたね。あ、そうなんだ、うん、結構強い薬でしょ、それ。パンチとかもらうのがきついじゃなくて鼻呼吸が辛いじゃん、うん、試合になんないからさじゃあヒロトはね、うん、いろいろ試合やって結構優勝したりしてたじゃん。あ、ま、アマチュアでね、うん、頑張ってたじゃん、うん、でさ、あれ鼻呼吸ちょっとしかできない中でやってたって。そう、あの時代アマチュア時代は鼻呼吸がちょっとしかできない時代で勝ったから、鼻呼吸ができるようになったら、うん、もうちょっといけたかもしれない。そうだね、もうちょっと早く気づけばよかった。あ、そうなんだ。そうそう、でもなんかさ、こう知らないうちにさアレルギーになってたりとかさあるよね。なんか私もさ、うん、なんだっけな、グレープフルーツめっちゃ好きだったのよ。グレープフルーツとかレモン、うん、で結構丸かじりしてたのに、うん、アレルギーなのかな、なんかあれ食べる、ワイルドだね、丸かじりちっちゃい頃結構食べてたんだよ、そんな教育だったっけ。あ、教育、まあ、うん、ちょっと結構ワイルドな感じで生きてたんだけど、うん、なんか喉がすごいイガイガして、顔が腫れちゃったり熱っぽくなっちゃって、柑橘系、柑橘系酸っぱいやつ、ほうほうほう、だちょっと、ね、多分アレルギーなんだよね。あるんだね、そういう、うん、花粉症は、花粉症は、うん、わかんない。なんかね、花粉の時期になると、うん、鼻むずむずする気はするんだけど、うん、基本年中してるからさ、何かしらで。あ、アレルギー性鼻炎だっけ。そうそうそう、ハウスダストとかもそうだし、だから花粉なのかどうかっていうのはちょっとね分かんないから調べるのやめてる、うん、自覚すると。鼻うがいした、鼻うがい、鼻うがいした、あるある、したことある。あれやると結構ね、あれいいでしょ、うんうん、あれ結構いいんだよ、うん、だからさ、あれみんなにさ勧めてんだけど、うん、でも人によってはちょっときついみたいね。へー、うん、ちょっと鼻が痛くなっちゃったりとか。あ、でも鼻の音だと全然痛くならないけど、ね、全然大丈夫だったけどね、うん、へー、そうなんだよね。でもなんかあれだね、結構話聞いてると、パーソナルトレーナーさんってちょっとカウンセラー的な要素もあったりとか、うん、と思うけどね。うん、俺はなんか私のイメージだとね、うん、体力とかこう体を作る専門っていうイメージが強かったんだけど、うん、実はその体と心ってつながってて、うん、その両方にケアしながら、しっかりこう教えてってるんだなと思った。意外と感心したの。うん、ちょっと感心した。あ、頑張ってんだなと思ってさ。初関心を28にして姉からいただきました。だってさ、いつもなんかさ、全然知らない間になんか公園ポーンって言って運動しに行って、その何してんのか知らなかったから。まあでも ね、もう今回ね、いろいろこう教えてもらったからね、まだまだちょっと月1ぐらいで出てもらおうかな。わかりました。ぜひ使ってください。いろいろネタ持ってきてよ。はい、毎月増やさないと。うん、そうですね。もうね、でも早いもんであっという間に時間になりました。あ、でも意外とあっという間だね。うん、どうだった。まあでも喋るのその、うん、すごい得意ってあんま自覚がないけど、苦手じゃないから、うん、試合やってたから緊張しないんだよね。の方が緊張するよね、試合の方が緊張するよね、うん、わかりました。はい、今日のゲストは佐藤ひろとでした。インスタグラムもねやってるのでね、
よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。この番組は、私は健康を持ち歩く、スマホで使える無料の薬手帳アプリほっぺがお送りいたしました。皆さん本日も聞いてくださりありがとうございました。またよろしくお願いします。お願いします。お薬手帳アプリほっぺ。お薬手帳をスマホで持ち歩きませんか？薬の待ち時間も少なく安心。なくさない、忘れない。アプリから簡単に薬剤師に健康相談。ぜひアプリをダウンロードしてくださいね。私は健康を持ち歩く、スマホで使える無料のお薬手帳アプリほっぺ。